倉敷市の大原美術館で開催されている特別展、異文化は共鳴するのかの来場者が5万人を達成しました。5万人目の来場者になったのは、茨城県水戸市から訪れた自営業、海老根浩一さんです。海老根さんには、大原芸術財団の大原茜代表理事から、特別展の図録と年間パスが贈られました。20年来っていうくらい来たかったところだったんで、それでこのような機会に巡り合っちゃったんで、本当びっくりしてるっていうのは正直なところです。来場者が5万人を超えた特別展は、近代の西洋美術を中心に、これまでの常設展示と異なる新たな視点で、文化や時代を超えて交わる作品の魅力を紹介しています。特別展、異文化は共鳴するのかは、9月23日まで開かれています。